冬キャンプに欠かせない暖房器具。今回はその中でも一番使われていると思われる灯油ストーブのテント内での取り扱いについて小解説していきます。小解説フロー。1. 主な事故事例。 2. 事故からの学び。 3. 正しい換気方法。 4. 一酸化炭素中毒とは。 5. 一酸化炭素警報器について。以上5点で解説します。皆さん、灯油ストーブを使うとき一番怖いのは一酸化炭素中毒と思います。毎年悲しい事故が後を絶ちません。薪ストーブと違い、灯油ストーブについてはあまり火災の事件は聞きません。今回は一酸化炭素中毒中心に解説します。メーカーはテント内でのストーブの使用は原則禁止していますが、現実は多くの方が使っていますし、正しく使えば非常に有効です。事故事例から注意点を学び、正しい知識を身につけて安全に使用しましょう。まず主な事故事例から解説します。4つ目の事例が特に注目の事例となります。それでは解説します。1. 主な事故事例。一酸化炭素中毒の事例は家庭内が多く、古くから非常に多くの事例がありますが、今回はキャンプに絞り込み徹底的に調べました。亡くなった方のご冥福をお祈りしながら確認していきましょう。事故事例1. 2017年2月、京都笠置キャンプ場で一酸化炭素中毒での死亡事故が発生。原因はガスバーナーとカセットコンロのガスが空になっており、密閉されたテントの中で酸欠、それが原因で一酸化炭素中毒になったものと思われます。事故事例2015年10月、の三重県、テント内で一酸化炭素中毒にて家族4人が病院へ搬送、うち7歳女児が死亡しました。原因はテント内で暖を取るために炭を燃やして寝ていたため一酸化炭素中毒により死亡。事故事例3.2016年1月、岡山市内の公園にて一酸化炭素中毒で死亡。原因はアウトドア缶とランタンを締め切ったテント内で使用し一酸化炭素中毒になりました。事故事例4、こちらは非常に興味深い事故です。詳しく説明します。2019年11月に日本小児科学会の障害速報で発表された事故です。使用していたのは炭火のバーベキューコンロですが、使用環境に注目です。バーベキューコンロはテント入り口のキャノピー、雨よけ部分で使用していました。この時テント内のベンチレーター、換気口は閉鎖していました。バーベキューコンロは外に出したまま4人はテントの中に入りました。両親はリビング部分に残り、子供たち2人が先にインナーテントに入ったところ、頭痛を訴え始め、数分後には一酸化炭素中毒で意識を失いました。注目すべきはこの時、各出入り口は30センチほど換気口がきちんと開いていたことです。換気口は開いていたにもかかわらず、インナーテント内の CO 一酸化炭素濃度は 1700ppm 以上あったと推測されています。 2. 事故からの学び。事故事例より、密閉されたテント内で炭または火器を使用して酸欠、一酸化炭素中毒で死亡という事例が非常に多いことが分かりました。事故のポイントは2つ。 1. 換気不十分な空間。2. 燃焼行為。この2つが揃うと死に直結します。絶対揃わないように強く意識しましょう。特に事故事例4より、一酸化炭素が充満するとテントを開口し換気口を用意していたとしても意味がないことが分かります。つまり空気が入れ替わらないと意味がないことが分かります。昨今コロナ対策で正しい換気について非常に有効な資料が出回っています。確認すると、適正な換気ができるかどうかは開口部の面積よりは空気の通り道を作れるかどうか、ここが分かれ目のようです。今回調べる限りでは、換気口を1箇所から2箇所にすることで換気能力が10倍から20倍に引き上がることが分かりました。 3. 正しい換気方法。正しい換気のポイントは3つ。 1. 適切なサイズで。 2. 2箇所以上の換気口を。 3. 換気口同士を結んだ線がテントの中心を通る位置で取るです。空気の流れができるように2箇所の換気口を作るというのは分かりました。では換気口はどの程度の大きさを取れば良いのでしょう。徹底して調べた結果、日本ガス石油機器工業会の資料にたどり着きましたのでご紹介します。こちらの資料には、暖房器具の出力に対し窓の高さ120センチの窓を開ける時間と幅が記載されています。具体例でご説明します。私の持っている豊臣ギアミッション KSGE67 は出力 6.66kW、 知る限り灯油ストーブでは最大出力です。またキャンパーの代表的ストーブフジカハイペットは 2.56kW。 キャンプで使用されるストーブの出力はだいたい 2.5kW
1kW 前後です。今回はこの2つを例にお話しします。室内外温度差によっても空気の入れ替わる速度が変わりますが、だいたい経験的にも温度差10度が一般的と思います。ギアミッションはだいたい表の 3.49kW の約2倍程度だと考えると、該当の60分の数値の2倍を取り 2.22×2 イコール 4.4、 計算しやすく約 4.5 とします。窓の高さ 120cm かける約 4.5cm イコール540cm になります。つまりイメージだと 30cm かける 18cm 程度の大きさの換気口があればほぼ十分ということです。センチで言われてもピンとこない方、確かにキャンプ場に定規やメジャーは持っていきませんし、測りようがないと思います。そこで私のおすすめは自分の指のサイズをしっかり覚えておくことです。私は親指と人差し指を90度に開くと指先と指先の距離が約15センチになります。親指と中指だと約20センチになります。自分のストーブの出力と換気口サイズだけ覚えておけば、あとは手で測れば大体なんとかなります。手のサイズは人により異なりますが、キリのいい数値になる指で覚えておくと日常生活でも役立ちます。私の場合、両手を使って親指を合わせて人差し指を L に開いて W という字を作ると、人差し指から人差し指までちょうど30センチです。何かと便利です。話を戻します。換気口サイズ、フジカハイペットであれば表より室内温度差10度 2.33kW の60分は開口サイズ 1.46 センチですので、窓の高さ 120センチ かける 1.46 センチイコール175平方センチメートルあれば十分です。イメージだと30センチかける6センチイコール180平方センチメートルの換気口があれば十分です。このサイズの換気口を必ず2箇所、換気口同士を結んだ線がテントの中心を通る位置で取りましょう。私の使用している膜、ヘルスポートのバルホールは薪ストーブがテントインできる仕様の膜で、ベンチレーターが2箇所前後に空いています。開口サイズも今の計算に合うサイズで、まさにストーブをテント内で使うポイント、1、適切なサイズで、2、2箇所以上の換気口を、3、換気口同士を結んだ線がテントの中心を通る位置で取るという条件を全て満たしてくれています。4、一酸化炭素中毒とは、一酸化炭素中毒 CO 中毒について説明します。一酸化炭素は空気とほぼ同じ重さです。比重は空気を1とした時0.967 に当たります。無色、無臭、無刺激のため見分けることが難しいというより、見分けることはほぼできない気体です。私たちの体は生きていくために酸素が必要で、呼吸することにより酸素は血液中の酸素を運ぶ物質であるヘモグロビンと結びつき体に運ばれています。この一酸化炭素はヘモグロビンとの結びつきが非常に強く、酸素の200倍から300倍と言われています。このため微量であっても一酸化炭素を体に吸い込むと酸素を運ぶ量が減るため、体が酸素欠乏状態となり、進行すると死に至ります。軽い一酸化炭素中毒になると風邪に似た症状が出ると言われています。脱力感や頭痛などの症状が出た場合や、目がチカチカしたり悪臭を感じたりする場合は、不完全燃焼により一酸化炭素が発生していると考えられますので、下記の使用を即時中止してください。症状を簡単に覚えておくと良いかと思います。5、一酸化炭素警報器について。一酸化炭素は無色、無臭、無刺激のため見分けることができないことを説明しました。よってテント内で火器を使う際は一酸化炭素警報器は絶対必要です。警報器は様々なタイプが販売されており、ネットやキャンプ専門店ですぐ買えます。価格も数千円から1万円を超えるものまでピンキリです。高額なものは日本製であったり、一酸化炭素の濃度が低い段階から検知できたり、他様々な付加価値がついていますが、一酸化炭素を検知するだけなら安いもので十分だと思います。キャンプ用で販売されている主流は電気化学式センサーです。仕組みを調べましたが、専門外なのでこれはいまいち私にはよく分かりませんでしたが、電気化学式センサーは化学反応をさせた際に発生する電流を検知する方式だそうです。そのためか、化学反応をさせることが原因なのか、製品寿命がだいたい3年から5年と使用期限があることが注意です。キャンプで一酸化炭素警報器を使用する場合はポイントが3つ。1、事前にテストしましょう。方法は車の排気ガスに当てる、焚き火に当てる、蚊取り線香を焚き、警報器を横に置いてビニールをかぶせる等です。やり方はネットにたくさん出ています。命を預けるので必ずテストをしましょう。2、
一酸化炭素系ほうきを2個以上使用しましょう。必ず言われていること。高額のものであっても1台ではなく必ず2台使用し保険をかけましょう。3、設置は換気口から離れた場所、目線以上の高さに設置しましょう。一酸化炭素はほぼ空気と同じ重さ、完全に空気に混ざり滞留します。前段の事故事例4にあったように空気の流れのない場所に溜まります。溜まりやすい場所に設置しましょう。また滞留しますが、テントという閉鎖空間ではストーブの熱で上昇気流が発生、空気が押し上げられますので、立ち上がって顔の位置同等、それより少し上に設置しましょう。以上、灯油ストーブのテント内での取り扱いについてを超解説しました。いかがでしたでしょうか。これらのことに十分に気をつけて冬キャンプ楽しんでください。このチャンネルでは見るだけでキャンプの知識がめきめきつく動画を目指しています。参考になったな、もっといろいろ知りたいなという方は高評価チャンネル登録をぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。